僕のことを疑っていたのか。その割にはよくこんなところに僕一人だけで呼びつけたものだ。あいにくとお前一人でここに来させるような真似などしていない。どういうことだ。尾行をつけていたということだ。お前がここにたどり着くまでの間に脇道にそれることがないようにな。レイティア、ご苦労だった。はい。気づかなかったのか、今まで。まあそれでいい。気づかれたら尾行の意味がないからな。もしも僕がここに来ていなかったらどうなっていたんだ。殺していた。そう黙り込むな。お前はここに一人でまっすぐ来たのだから、それなりに誠意は認めてやる。それはどうも。しかしさすがレイティアと褒めておこうか。騎士団長にすら尾行を気づかれないだなんてな。買いかぶりすぎです。アムロには私が気配を殺していたにもかかわらず気づいた者がいましたから。ロアーナにそのような者が。ええ、もっともいずれ殺すつもりですが。わかった。それはとりあえずお前に任せておこう。はい、B。どうした。俺に何か聞きたげな顔をしているが。この前の神殿で僕があなたに聞いたことにまだ僕は答えてもらっていない。俺に聞いたこと。僕をいくらで買うかという話だ。ああ、そうだな。お前のことを買ってやらなければな。これは剣だ。それはなかなかいい剣でな。つい最近まで俺が愛用していたものだ。だが飽きたからお前にやる。安いな。たかだか剣一本だけだなんて。これでも僕は。だからといって今のお前にどれほどの価値がある。俺から言わせればその剣一本の価値すらお前にはない。不満そうな顔だな。だがここでお前が納得しなかったとしてももう手遅れだ。そんなことは分かっている。どちらにしろもうロアーナに僕の居場所はない。ただ一つ聞きたい。なぜわざわざ僕のことを迎えに。とりあえず神殿では世話になったからな。俺は受けた恩はちゃんと返す主義だ。なるほど。では俺からも一つ聞こうか。なぜお前は騎士になった。なぜって。ただ普通に行きたいだけなら何もわざわざ騎士を求めることなどなかったろう。そうしたら今のようなことにもなっていなかったはずだ。俺がとやかく言うことではないが、お前は欲を出したのが身の破滅につながったな。確かにそうかもしれない。でも家族も友人も恋人もいない状況で求められるものといったら自分の価値以外に何がある。誰かに認められるためには自分の居場所を作るためにはそれを求めるしかない。そうでなかったら誰が僕の存在に気づき僕の名を呼んでくれていたというんだろう。僕が騎士になっていなかったらミーナもクレアもアスもたとえ僕に会ったとしても僕のことをろくに知ろうともしなかっただろう。僕がそれなりの身分を持ち地位を持ち価値を持っていたからこそ彼らは僕のことを慕ってくれたのではないのか。行くぞ、サージェス。いや、ルーク・ジェルド。返事をしろ。もうお前は俺のものだ。
はい。それでいい。ではレイティア、俺たちはアーゼに帰る。私も再びアムルに戻ります。ああ、ご苦労だったな。でも私はいつになったらアーズに戻れるのでしょうか。ボルドが勝利を収めたらだ。はい。ではな。どうかどうか元気で。この俺が死ぬわけがない。兄様、私はもう準備できました。はい。ル、ル、これは聖騎士リジェルド様、それに預言者であらせられますルフィーナ様、お待ちしておりました。さあ謁見室へとどうぞ。アズ、どうなさったんですか。クレアさん、顔が赤いですよ。陛下たちにはもう団長のことは伝えたから。それでしばらくの間は私が団長代理ということになったんだ。だからよろしく。あ、ありがとう。じゃあ私はこれで。アスたちは先に謁見室の方へ行っていてくれ。クレアさん、また後でお会いしましょうね。ああ、どうしました、兄様。こんにちは、聖騎士リジェルド。おはようございます。聞いたわ、あなた方の団長が出奔したという話。ひどい話ね。敵国の人間が団長を務めていただなんて、我が強国の名誉に関わることだ。このことでユリシア様は相当突き上げられているわ。何せあの方が決定したことですもんね。あなた方の正式任命の件は。最近ご活躍なさっていたようで、民からの人気も上がっていたようだけれど、この件であなた方はどれだけの非難を浴びるのかしら。民から聖騎士団を辞めるよう求められないうちに自主的に退任なされたらどう。随分と大きな口を叩くようになったわね。頼もしい限りだわ。ではね、一刻も早く名誉挽回できることを祈っているわ。兄様、はい、
リジェルド様、話はお聞きしましたわ。大変なことになりましたわね。はい、陛下。陛下、ご報告申し上げます。先ほど入ったボルド軍に関する情報ですが、団長がロアーナに反旗を翻し、ボルド軍のもとに身を寄せているという話を一斉にばらまいているそうです。多分我が軍の動揺を誘うためでしょう。そして我が聖騎士団に不信感を募らせるための、なんて卑怯な手を。しかも団長はこれから我々が越えようとしているトリタ山脈で陣を張っているとのことです。つまりボルドはかつての仲間同士を戦わせようとしているのですか。そうかもしれません。それとも団長が敵だということで我々が山越えを躊躇するのを狙っているのかもしれませんが、そうだな。兄様。そうだな。確かにお前の言う通りだ。すでに我々はボルスタッド大神殿のある地までをロアーナ領としている。この勢いを今はまだ失いたくはない。山を越えればボルド王国の首都アーズだ。そしてそこには私たちの最終目的地であるボルド城がある。そのためには何としてでも自然の要塞たるトリタ山脈を抜けねばならない。ああ、それが最良の方法だろう。首都を目前としているのですから。それに私にはあなた方を聖騎士団に任命したという責任があります。私はその責任を取らねばなりません。本当ですか？はい。だからこそあなた方の名誉回復に私は努めなければなりません。そう心配そうな顔をなさらずとも、私は平気です。それに私はあなた方のことを仲間と思っていますから。ですから私のこともどうか連れて行ってください。お願いします。わかりました。今まで通り共に戦いましょう。はい。おい、ロアーナ軍が麓までやってきたようだぞ。さっさと準備を整えろ。はい。ここで我々の命に代えても奴らを一気に全滅させてやるのだからな。死ぬ気で戦え。もしも
以前のように貴様が我が国を裏切ったら、その時はどうなるか分かっているだろうか。私はもう王に我が剣を捧げ、永遠の忠誠を誓う身です。しかし信用はできない。貴様はここにずっといろ。貴様を使うのはあくまで最後だ。王からも厳命されている。はい。裏切り者。今まで平気で我が軍を叩いてきた者が、よくぞ涼しい顔をしてここにいるものだ。しかし利用価値があることは確かだ。その鎧を着せたままでいれば、どれだけロアーナの動揺を誘えることだ。ああ、この坑道の中にいる限りは見えないが、この山脈の山肌には雪が積もっているのだからな。極寒の地と言われるだけはある。雪などアムルでは見ることすらできないものだ。それは言えるが、でも油断はできない。私たちにとってはこの寒さもこの地形も全く馴染みのないものなのだから、余計に。ああ、すまない、忘れていた。お前を今回から切り込み部隊に組み込むという話をしようと思っていたんだ。だから明日、お前は私たちと共に先陣を切るようにな。いろいろなことがありすぎて忘れていたんだ。私は団長としての職務までこなさなくてはならないようになってしまったからな。明日、私だけではなく他のみんなもお前に期待しつつある。だから頑張れ。